連合地球歴192年5月6日スペースナイツ基地は地上から姿を消した。それから半年が経ち、鉄火マンエビルは妹ミユキの最後のボルテッカによって受けたダメージからほぼ回復し、再び双子の兄であるブレードへの憎しみを燃やしていった。一方リボーイたちはイングランドにいると思われるアックスからクリスタルを奪うためドーバー海峡を渡っていった。今リボーイとアックスの決戦の時は着実に迫りつつあった。報告いたします。人間の残存率 52%、 ラダムジの繁殖率 64%、 人間とラダムジの比率4対6、以上がヨーロッパエリアの状況です。殺しすぎだぞアックス。はあ、これではラダムジとのバランスが悪くなる。これ以上人間を殺すな。わかりました、オメガ様。エビルもほぼ回復した。まもなくそちらに向かうだろう。それまでの間ラダムジュの管理統率を怠るではないぞ。承知いたしました。そうか、深夜坊の怪我もようやく治ったか。お前の言いたいことは分かっておる。安心しろ、深夜坊が降りてくる前にブレードは必ずこのわしが倒してやるさ。これがある限りブレードはボルテッカを使える。となれば肉体と肉体の勝負、わしの方が圧倒的に有利だな。お前もそう思うだろう。でもさ、ここんとこの戦い見てて思ったんだけど、どうして D ボーイはアックスに向かってボルテッカを使わないわけ？ボルテッカは強力すぎるんだ。強力？ああ、確かにボルテッカを使えばアックスを倒せるかもしれない。だが倒したその時、奴の持つクリスタルまで破壊してしまいかねない。なるほど、必殺技抜きってことか。きついぜそりゃ。じゃあさ、クリスタルがあれば月に行けるってのはどうして分かったわけ？ミユキが教えてくれた。ミユキさんが？ああ、それクリスタルの破片？ミユキさんのよ。ミユキさんの？あれはスペースナイツが崩壊して2週間ぐらい後のことだった。
俺とペガスは一瞬にして成層圏近くまで来ていた。ミユキのクリスタルに残っていたパワーがテックセットと感応したんだ。こいつの最後のパワーが一瞬クリスタルフィールドを形成し、ペガスを包み込んだ。こんな一かけらでもあれだけのことができたんだ。完全なクリスタルさえあれば必ず月までたどり着ける。